こんばんは。こんばんは。今日は何人集まるでしょう。サクサクっと20名ぐらい今来てるね。まあ、土曜日ですもんね。うん。ご飯前かな。うん、7時を過ぎましたので、そろそろ始めましょうか。こんばんは。こんばんはです。さあ、今日のインスタライブは、予告通りパーカー51という戦闘機。P51 したんですか。まあ、一応今映ってます、ね。今映ってるのはペンではありませんし、うん、販売品ではございませんが、僕の頑張って作った私物です。はい、まあ、4時ぐらいまで、はい、3日ぐらい、ね、かかったんですけど、今日担当します、佐藤です。お皿です。毎度です。さあ、メンズの顔ばっかり映しててもしょうがないので戻ります。いい、ね、戦闘機に近いの映ってない。さあ、まあ、これが今回紹介するパーカー51っていう商品と、まあ、ゆかりのある飛行機ってことですね。まあ、後にこれは熱く長田君に語っていただくとして、はい、これではなくて、よいしょ、でこちらでございます。さあ、パーカー51、おととい入ってきたばかり、おとつい入ってきた、ほやほやですね。ほやほやです。今映ってるのはパーカー51の、お、ムスタング、もう反応してる人いますね。話し合いそうな方が、フライトモデラーがいるかもしれない、はい。まあ、こんな感じの商品です。万年筆とボールペンと2種類の販売になってますね。キラキラキャップからのこのペン先の、どこに言う、爪に分、はい、ちょっとピント合わせますね。いいよ。はい、横から見るとこんな感じ。すごいちょっとしか電先が出てないんですよ。気になりますね。あ、ここでピント出ましたね。さあ、どんな書き味かも気になるところですが、まあ、このデザインが少ないですね、本当に、うんうん。さあ、パーカー51って何っていうところから話していきたいんですが、はい、あ、下の布かわいいでしょ、これ。これはこの前新調した手ぬぐいです。2部ですね。そう、2部とクリップもある、インクもあります。めっちゃこだわりですね、はい。で、今回するパーカー、ご紹介するパーカー51、店頭の方でもこういうパンフレットをお配りしているんですが、はい、さあ、長田君、パーカー51の51って何ですか。まあ、これ周年ですね、当時の周年。ちょっと簡潔に答えすぎかな。はい、ということで、今からさあ、パーカーヒストリーというページがございます。パーカー創業が1988年で、88年、あ、1888年、失礼しました。から、51年後の1939年、これが51周年のモデルとして、パーカー51っていう数字のモデルですね、が発売されました。さあ、39年の販売からぐーっといろんな歴史が出てます。デザイン賞を取ったり、さっきさらっと出ましたね、 P51 マスタング戦闘機をパーカー51の広告宣伝に使用。さあ、ペンと戦闘機が一緒に映った広告とかもあります。そして、1950年を経て78年、世界で最も愛されたペンと、歌われた傑作パーカー51は惜しまれながらも製造終了しました。というところで、長らくこのヴィンテージ商品とかでしか見ない万年筆だったんですけど、その後2002年、いや、もう20年ぐらい
らい前ですよ。19年前。9年前。2002年、根強いファンからの熱いご要望に応えて、パーカー51スペシャルエディションを発売、市場の話題をさらいました。この時はだから限定品扱いですね。この時まだ僕入社してないんで、まあ、見てないですね。で、2021年、今年ですね、オリジナルにオマージュを捧げながらも、最新技術で進化させたパーカー51を発売。はい。ついに。で、さっき説明したような、パーカー51の51の数字は、創業51年にあたる1939年に誕生したことに由来します。から、なるほどといろいろ、当時の広告なんかも一緒に載ったようなパンフレットが載ってます。で、まあ、おととい入荷したということで、すでに、手に持っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、なんといっても特徴的なのは、最初にご用意した、映したようなこの本当に先端だけがわずかに見える2部現行品でいうとラミ2000とかもこんな感じの印象かなと思います。フーデッド2部、そうです、フーデッド2部、フードをかぶったような感じですね、うん、でボールペンがこんな感じ。ボールペンも実はパーカーの中ではボールペン需要が急速に高まるまでパーカー51は史上最も売れたペンと認識されていますっていうぐらいかなりポピュラーなペンだったっていうことですね。ちなみにボールペンはこう回転して芯を出すタイプです。おなじみですけどパーカータイプの G2 タイプの芯が入っているので他社メーカーボージェットストリームであったりとか、イージーフロー水性のペンとか色を変えたりとかいろんな楽しみ方ができるんじゃないでしょうか。でさっきから映しているこのゴールドとブラック、ゴールドとボルドーみたいな配色ばっかり映してるんですけどカラー展開が結構あります。これがプレミアムの方でしたっけね。そうです。今映したのはプレミアムっていうシリーズでパーカー51の中でも金ペンを使用したモデル18金のペン先を使用したものともう少し、お求めやすいお値段で、スチールのペン先を採用したモデルもあります。こちらが4色お値段後で全部言っていきますね。特にこのティールブルーなんかいい色ですね。まあ、僕も、ね、予約したんでね、これは。ね、そう。あの長田が予約したんでね。ね。ちょっとセットしていきますね。さあ、今映ってるのがスチールペン先のパーカー51です。先ほどのシリーズと違って、このキャップもステンレス製のかなりシンプルな刻印のないタイプ、こういう溝彫りがないようなキャップですね。で樹脂の軸にシルバーメッキのこのスチールペン先、映ってるかな、映ってると思います、はい、ですね。でカラー展開が右からブラック、ダークミッドナイトブルー、ミッドナイトブルー、はい。で、これがバーガンディ、バーガンディ、はい、はい。でティールブルー、ティールブルーですね。ティールブルーはほんと珍しいですね。ねいいっすよね。カモ色。キャップを締めた印象。あ一応ねキャップネジ式なんで乾きも。そうですね、回転でだから締めれるしフーデッド2部やから乾燥に強くなってますね、はい、てます。でもちろんヤバネのクリップです。ソネットの万年筆と近しいサイズになりますかね。同じパーカーで比べると、はいはい、かわいいですよね。そうそう結構これ持ち運びやすいと思います。はい。横に並べた。
こっちはキャップのところだから筋彫りがついてますね。そうです。でさっき最初に写してたものプレミアムのシリーズ18金ペン先のタイプはキャップがこういう溝彫りしてある筋に入ってあるタイプで、これあるといいんですよね。もうベタベタ触ってもあんまり指紋が目立ちにくいんで、うん、クロームでも目立たないので、そうそうそう。で金のリングでもちろんペン先も金色、サイズは全く一緒です。品がありますね。そうですね、いいですね。品があるという言葉が出てこなかったな。まあモダンというか、はい、なんというか今あんまりありそうでない。そう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 、やっぱり漂ってる。で書き心地なんですけどやや硬めかな。あ、キャップつけて書くのよ想定されてますか。そうですね、キャップつけた方が個人的には、バランスがいいかなと思います。キャップなしだとちょっと、軽くなっちゃうので個人的にはこの重さもしっかりキャップで出るので、そうですね、稼いでくれる感じはしますね、うん、手に馴染みやすいと思いますよ、うん、でまぁ、ちょっとした違いで言うとこの転換、このデザインも後でちょっと当時の製品の写真なんかも少し見れると思うんですが、当時の復刻っていう感じで、普通に復刻しただけじゃないんでね。そうです、そうです、うん、やっぱり今のその技術力を全部固めて復活させると感じはするんで、はい、でもちろんシールのこのステンレスのタイプもボールペンも一緒のカラー展開で4色出ています。キャップつけないとものすごく軽いですよね。そうなんですよ、キャップをつけないと本当にもう金属パーツがないのでほぼほぼかなり軽いです。それがいいって人もいはるかもしれないですけどね、うん、この辺りは本当好みで、はい、さあパーカー51っていうペンが、まあ、愛されていたとは言ってるんですが、どれぐらい愛されていたかというと、はい、ちょっと社内のにあった資料になるんですけど、はい、はい、こんな本がありました。これは当時のですか。これは、当時のというかパーカー51が好きで好きでたまらんっていうような感じの、このデビッドさんとマークさんでコラボレーションウィズパーカーっていう、ちゃんとパーカーも入っているパーカー51の本です。なるほど、じゃあめちゃくちゃ気合い入ったムック本みたいな感じです、ね、そういうことですね。超ハード製本で辞典ぐらいあります。いい感じです、はい、あ、ブルー人気、ブルーかわいい。本体は樹脂がほとんどなんですね。そうです、もう樹脂ほとんどです。この首軸のところのリングも、金属ではあるんですけど、本当に外側1枚金属で作ってるような感じなんで、ここはあんまりあの重さ感じないと思います。それ自体も小さいですしね。キャップをつけて持った感じだとこの辺にバランスの重心が来るようなイメージですね。あんまり前には重さが来ないと思います。さあちょっとこのページ1ページ1ページ説明してるともう明日になっちゃうかもしれないんで、ちょっと気になったページだけ抜粋してます。さあデザインっていうページですね。もうここからかなりマニアックです。全ての構成されているパーツに分けたページです。はい、さっき見ていただいたクリップの転換とかも実はこういう一つ一つのパーツになっていって、でもちろんこのペン先に当たる部分ですね、首軸から、中のペン芯、ペン先で、さっきのフーディーキャップって言われてたようなペン先を包んでいる樹脂だったりとか、同軸のこの当時は吸入方法も様々あったんですけど、どんな仕組みの同軸でリングがこんな感じで外れますみたいなページがあったり、当時の広告、ね、はい、おっしゃーですね、あります。
ったりとか、実はこのキャップの転換も種類があったりとか、ここにブルーダイヤモンドクリップっていう表記があるんですけど、本当にダイヤモンドだったかわかんないですけど、ここに色が入ったすごい芸の細かいクリップがあったりとか、まあ、だから歴が長いからその間にもいろんな16件ゴールドやつがあったんですね。はい。で、当時のパーカーの51の吸入方法解説しよう。1,2,3,4 個まで説明されていたりします。さあ、当時は吸入方法が違ったんですよっていう中の一種類ですね、一つの例として、こういう中にゴムサックがあって後ろのパーツを引き抜いてここをプッシュすると中の板バネがグッと押されてゴムチューブが収縮して、でピッと外すとまたゴムチューブが戻る勢いを利用してインクを吸い上げるっていうシステムがあったりします。これだけではないんですけど、まあ、代表的なやつの一つ、はい、で当時の周りの商品ですね、51インクだったりとか、こんなインクもあったんですね。なかなか見たことないですね。これはヴィンテージでも見たことないですね。見たことない。さあ、バレルデザインっていうページもあります。多分ね、これがボディのカラー、当時はまあこれが一気に全部あったってわけではないんですけど、なかなか推しの色がある方もいらっしゃる。僕なんかこのネイビーグレーとかちょっと見てみたかったなっていう感じなんですけど、あとココアとかね、ちょっと淡い色もあったみたいです。カラー色かっこいいな。うん、イエローストーン、イエロー、カッコマスタードって書いてますね。やっぱカラー色だね。さあ、これだけ色が昔はあったんですね。今回もね、人気が出ればもっともっと色数が増える、増えるかもしれないかもしれないですね。ビンテージショップとか出るかもしれない。なかなか。で、このページではペン先の説明です。最初の51っていうのは本当にあの付けペンの丸ペンみたいなカッチカチのペン先です。もう丸、この鉄板を丸めて作ってますっていうような感じですね。本来スリットっていうここのペン先の切れ込みの部分は後でノコでグッと入れたりするんですけど、もうこの鉄板の端と端の付け合わせたところがこの切り込みの切り割りの役割になってると。これがその写真ですね。で、当時のペン先種類です。めちゃくちゃ多いです。ニードルポイント、これなんて発音なんでしょう、これアカウタント、タントで、やっと EF がここで3番目に出てくる。で、ショートハンド、ファイン、ミディアム、ブロード、この辺はおなじみです。アラビックミディアム、アラビアジックブロード、ミディアムオブリーク、ブロードオブリーク、スタブ、ブロードスタブみたいな感じで何種類あるんやって感じです。スタブでも太いのにブロードスタブ、まあそんだけ万年筆が一般的に使われてた時代の商品そしてこれがいかにポピュラーやったかっていう説、裏付けにもなるかなと思います。で、ここですね。ああ、ほんまですね。さっきさらっと言ったこのパーカー51っていうのがムスタングの広告に入ってましたっていうところで、1944年に広告でタイアップしてたということで、はい、この戦闘機にはもう戦闘パーカー51、うん、まあこれを模したフィギュアプラスペンっていうセットもあったみたいですね。ディスプレイ系入ってますね。で、ここにもが51この部分ですね、ついてますね、うん、入ったモデル。なんかの資料もありながら
この最後気になるところで言うと、いかに吸入方式が変わったか。さっき最初に説明したここをプッシュするのがしばらく続いた後に、この板バネ式、このはいはいはい、懐かしいですね。これもなんか今みたいに首軸と胴軸っていうのがあって、そこが分かれてから、ここをプッシュするとゴムサックを直接押すことができるっていうのもありますし、複雑な構造が一旦なくなって、ゴムサックの部分を自分で指で押すっていうようなものもあります。でまたその1950年代ぐらいには、この方式とよく似たタイプですね、こう直接押して出すタイプ。ヴィンテージの商品ってこれもそなはめ殺しというか、はいはいはい、抜き差しできないタイプ。そうですね、状態がいいのがすごい少ないんですね、うん、はい、なのがザザッとあって、まあ、これもちょっと売り場の方に一緒に置いておこうかなと思いますので、ぜひ読んでみたいっていう方は、この他にもね、いろんなページで楽しいものが当時のこの完品の部分で入ってたりとか、写真付きでオールカラーなんで、割と見てるだけでも英語が分からなくても結構楽しい。これ箱のページです。51専用の箱ですね。すごいね。とか広告だったりとか、結構じっくり絵だけでも面白いと思いますので、読み応えありますね、うん、もし梅田茶屋町店にお立ちの方はぜひぜひ読んでみてください。このパーカーのロゴも昔ですね、懐かしい。というところで、お値段の説明に参りましょうか、はい、やっぱりこのゴールドの、はい、ちょっとものを、はいはい、さあまずはこっちのスチールペン先と、ボールペンのタイプからいきましょう。スチールペン先、まず地幅の種類は何が選べますか？これもマニ筆は一手ですね。一手 F ですね。 F、 スチールは F のみです。で、本体吸入と、本体吸入コンバーターとカートリッジ両用式になってます。現行のちゃんとやり方に、ね、リファインされてるんですよね。もともとコンバーター込みで販売されています。スチールタイプは、パーカーコンバーターの S サイズ、このグッと上げてそのまま吸入するタイプですね。空気を出して吸い上げる、うん、さあでお値段いくらでしょう。税込みで13,200円ですね、はい、いいですね、なかなかお手頃ですね、13,200円で。ちなみにボールペンの方が、税込み8,800円、これも優しい、いいですね。これからのギフトシーズンにもおすすめです。名前入れももちろんできますよ。そうですね、はい。で、プレミア18金ペン先の分ですね。こちらも、同じくカートリッジコンバーター両用式です。でプレミアムなだけにコンバーターも A 法がついてます。スクリュータイプのニジニジの方ですね、はい、タンクが大きいタイプのコンバーターがもともと備え付きで入っています。選べる地幅はこれが、2サイズ F と M です。はい、細字と中字の2サイズです。極細っていう声がありますけど申し訳ないです、極細がないんです。今は2幅、細字と中字で、18金ペン先、お値段は、税込み36,300円ですね。はい、36,300円、かなり良心的なんじゃないでしょうか、まあまあ、最近の海外メーカーに市場からすると しては18金2部でこの値段で、はい、で、ボールペンこちらが税込み22,000円ですね。22,000円です。こっちは正直、うん、キャップの方には内入れはちょっとね、できないですね。掘っちゃうと、ガガガガガガガ、文字が読みづらくなっちゃうと思うんで、
まあちょっと要相談ということで、せっかくのね、はい、このエングレーブがダメ、うん、これはあまり崩さない方がいいですね、はい、さあお値段が一通り分かったところで、実際書いてるところもちょっと見ていただこうかなと思います、はい、よいしょ。まあ、細字と中字と、ありますんで、近辺の方で今日は書いてみたいと思います。ちょっと違った。おー、そうか、これはそう、黒が細字。さあ、細字からいきましょう。フーデッドニグのパーカー、あ、久しぶりと違います。細字ペン先からいきます。あ、ちょっとインク入ってなかったかなちょっと待ってよ、うん、いきますちょっと避けながらになるんですいません。ちょっとあれやな、結構やっぱり固めですね。で、ペン先が小さいので、ちょっと回し癖がある方は少し途切れたりする可能性もあるかも。あ、順調です、いいですね。抜いた線、力を抜いた線と力を入れた線でこれぐらいの差は出ます。まあ、18金なんで、柔らかさはしっかり分かっていただけるかな。まあ、18金にしてはちょっと固めなので、ぐにゃぐにゃ柔らかいペンではありませんが、万年筆らしさは十分楽しんでいただけるかなと思います。ちょっと馴染みますもんね。うんうん。最初はこんなもんやと。はい。で、中字。中字ですね。やりにくいすいません、ちょっと渋滞しております。お、出た出た。うん、しっかりパーカーいいやな。もうさっき兄ちゃんとかってな、こっちの方が滑りますね。気持ちよく描けると思います。さあ、こんな感じの細さの違いです。上が細字で下が中字。ちょっとね、カメラを避けながら描いてたんで少しお見苦しい点もありましたが、割といいですね。書きやすいです。うわ、お、失礼しました。で、今なら全部、店頭に在庫もありますので、全て試し書きもできます。中字の結構やっぱり太さ出てますね、うん、ちゃんと濃淡も出てますね。ぐっと溜めたところと、もしかしたら割とこう立てて書く方も書きやすいかも。本当にボールペン感覚ですね、結構。あ、じゃあ僕向きかもしれないです、うんうん、ぜひぜひ。ちょっとやっぱり他のパーカーの万年筆とも少し感覚が違うかもしれないですね。
で特にスチールのペン先は結構このカラーも珍しいんで、ちょっとこの辺の色合いそうかなっていうのを、はいはい、インクで実は持ってきてます。お、軸の色でいうとこの辺の印象かなっていうので持ってきてるんですけど、寝かせても描けます、もちろんです。ちょっと先に寝かせて描いてみましょうか。寝かせて描くとこんな感じ。どっちもいけそうですね、うん、角度による変化は微妙にちょっと気持ちを立てた方が細く感じるかなっていう程度ですね。寝かせても十分気持ちよく描けるので、筆記角度は選びません。スチールは細字の方ですか？そうです、スチールはもう細字のみになります。シールもちょっと1回出しときましょうか、はい、これでいきます。はい、寝かせて書いたのは中字です。もしかしたら さあ、ティールブルー、ティールブルーに今合わせてるインクがラミーのアマゾナイトっていうグリーンです、はいはいはい、この石のシリーズのやつですね。クリスタルインクですね。結構このカメラで見るとちょっと軸の方が暗く見えちゃうかもしれないですけど、割といい線いってるというか、これで見てもうたら軸の色、うん、結構ね合わせた感じになってると思うんですよね。亀っぽい色になってますね。そうそうそう、今日たまたま接客しててこの色いいかもと思って合わせてみました。神戸インクのカスケードグリーンとかもこの系統の色なんですけど、うん、ちょっと明るくなりすぎるかなっていう感じなんで、しっかり色が出るこのアマゾナイト合わせてます。ラミー2000と比べると硬さはどうでしょうか？ラミー2000と比べると51の近辺の方がちょっと柔らかいかなと思います。スチールは結構感覚的には近い、ちょっとでも硬いか、うーん難しいとこですね。ただこっちの近辺の方に関してはラミー2000よりかは柔らかさがあるかなという感想です。でこのフーデッドニブ、フーデッドニブっていうけどこの中身めっちゃ気になります。見ることできないですからね。ちょっと気になりすぎて、特殊な方法でちょっと分解しました。やっと戻った。さっきの図録だと、はいはい、こうかなり小さい丸いニブだったと思うんですけど、うん、あ、動いた。これはリングか。あ、中字は日本の万年筆メーカー太字よりも太めですか？いや、太字よりも太いことはないですね。太字と同等か気持ち細いかぐらいだと思います。で話戻ってこのペン先なんですけど、
はい、こんな感じのペン先が入ってました。結構長いですね。そう、まあ、自己責任でバラしたんで皆さんはあんまり真似しないでください。テロップ入るやつですね。はい、良い子は真似しないでねのやつです。追随に続いて分解ばっかりしてます。さあ、このペン先どっかで見覚えあるんですよ。どっかで、はい、今現行のパーカーで。現行やと結構種類ありますよ。このデザイン実はジョッターなんですよね。おー、そうかそうかそうか、そう、見えてるからちょっと分からんかったけども、隠れてると分かんないんですけど、実はジョッターのペン先と一緒。っていうことは、この形の金ペン先がゴールドにはついてる。ついてると。この先は言わないですけど、はいはいはい、ということですね。あんまり言うとね、金ペンは限定ですか。金ペンも全て定番です。これからずっと販売が続いていく商品なので、まあ、悩んでいただいてもなくなることはございません。ボールペンは書きやすいですか。ボールペンかなりいいですね。書きやすいです。で、後ろに重さがあるのは万年筆も同じなんですけど、結構重量があるので、この重さがペンの先に伝わって軽く書いていただけるような感じですね。結構おすすめです。プリミエの細字を持っているので中字を検討します。ぜひぜひ。そうか、プリミエと持つのは結構いいかも。ゴージャスな感じだ。サイトでも細字も中字も結構使いやすくていいと思いますよ。気兼ねなく使えますよ、ね。うん、うん、そのなんか構えて、そう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 、やるぞって感じなく、ええ感じに描けるんで。このダークブルーがね、ちょっと写しにくいね。これね、ちょっと距離離れたらほんま黒に見えちゃう。そうなんですよ。黒の 上に置いた方がいいんかな。ああ、なるほど。あ、そうだね、黒の上に置いた方が分かりやすいね。これ分かりやすいですね。こんな感じの結構渋めのブルーです。これ結構ね、ステンレスのこのキャップと相性がね、うん、いいですよね。クールな感じですね。有効感がある、うん。そのインクの色は何色なんですか。今回このダークブルーと合わせてるのは永田ブルーっていう、はい、神戸インクの永田ブルーと合わせてます。で、こちらのブルーが、ティールブルーがクリスタルインク、ラミークリスタルインクのアマゾナイトっていう色です。一番最後、こちらのバーガンディと合わせたのが、はい、こちらコーナンマルーンです。はい、みんな大好き、大好きですね、皆さん。半球色、これもこっちで見た方が割と印象は分かりやすいかな。バーガンディとこれプラムもやっぱり色がこうやって並びたらちゃいますね。そう、うん、実はこのスチールの方のバーガンディと、ゴールドの方はプラムっていう、もうちょっと、うん、なんでしょう、暗さが出るのとちょっと茶系になるんですかね、うん。まあ、ゴールドとの相性を合わせて。これだから例えば万年筆ゴールドでゴールペンシルバーでとかいうのもいいかもしれない、うん。あ、確かに確かに、こういうことね。どっちかをで揃えるとか、うん、こういう組み合わせで持つのもいいかもしれません、うん。でも僕はやっぱりこうやって合わせたいですね、うん。こっちの方がやっぱ綺麗なみたいな妄想もできます。さあ、
今回この51の発売と一緒にいろんな、パーカーに製品ご購入に関して、イベントも行っております。パーカーの製品で51以外でも全く大丈夫なんですけど、5000円以上お買い上げのお客様に、こういう特製のペンケースとペンシース付きのボックス入れてのお買いお渡しができるものと、1万2000円以上が、一応ね、さっきのはジャパンモチーフ、5000円以上の商品はジャパンモチーフ、1万2000円以上は、イギリスモチーフで、中身がちゃうんですね。デザインバイロブペッパーさんです。で、中のペンケースもこっちは蓋付きいい感じですね。ちょっと横がキャンバス地みたいな感じで、うん、中は最初の分やから結構かかる、はい、中の裏地はグレー、外見はブラックです。結構ペンの色を選ばず使っていただいてるんじゃないでしょうか、うん、プレゼントにだから選ばれるやったら、うん、ぜひぜひ使っていただいて。入れていただいてもいいかなと思います。1本で入れた方がいいかな。2本入れると仕切りがないんで、中でガチャガチャしちゃうかもしれないです、今だけです。で、なくなり次第終了。数に限りがあるんで月末まで ですね。このフェアの期間の間なんで、はい、ソフトブラウンとプラムの色は近いですか、さっきのこのパーガンディとプラムかな、近いっちゃ近いって感じですね。もう一回ちょっと黒バックで写します。上がバーガンディ、で下がプラムなってるんですけど、でバーガンディの方が赤みは強いです。でプラムの方がちょっと茶系というか深い紫みたいな感じの印象ですね。ああごめんなさいごめんなさい、プリミエのソフトブラウンですね、はいはいはい、失礼しました。プリミエのソフトブラウンとはちょっとやっぱりテイスト変わりますね。そこまで茶色っていう感じもないので、ちょっと売り場探しますんで、あれば比較させていただきます。合わせて持っていただいて違和感はないですけど、ちゃんと違う色と判別できるような色になると思います。まあ、ちょっと長田くんがソフトブラウンを探しに行ってる間に、さっきのパーカーフェア、5000円の以上の商品への化粧箱と1万2000円ありましたよ。さあ、お待たせしました。だいぶ明るいな。上がプラム、そして下がソフトブラウンです。どうでしょう、イメージ湧きます？カメラ通してやるとあれかもしれないですけど、肉眼で見たら全然違いますね。うん、まあまあ質感も違うのはもちろんですけど、色味自体もしっかり使い分けできて、はいはい、なおかつ相性がいいっていう感じなんじゃないでしょうか。はい。
でまあちょっと目玉は51は入れてるんですけど、はい、さっきからチラチラ映ってるこの人たちパーカーソネットの25周年記念モデルフジェールがもう今年のカタログからは落ちてしまってるんですけど、まだ店頭にございますので、ボールペンがいる、ぜひぜひゲットして、ペンケースと一緒に、お持ち帰りいただいてもいいかなと思います。これもおまけんだけかっこいいんでね、これいいよね。スターリングシルバーなんですよ、これ。この細かい柄と上だけこの柄で、下はブラックもあります。というような感じで45分ほどですが、一通りお話しさせていただきました。まあ、途中で申し上げたように、そう、定番商品を、なので、まあ、いそがず、はい、あ、おいくらですかが入っているので、もう一度、じゃあ、お値段言っていきますね。まずスチールのタイプ、スチールコアラインっていうシリーズですね。コアライン、はい、この鉄のペン先、地幅は F のみですですね。はい、マネ筆が13,200円、はい、ボールペンが8,800円、はい、両方とも税込みでございます。税込みです。でカラー4色あります。ブラックと、ミッドナイトブルー、バーガンディ、バーガンディ、あとブラックティールブルー、はい、でゴールドの、はい、金ペン、18金ペン先がついてるプレミアムライン、はい、プレミアムラインで、こちらは見ていただいてるのが今プラムっていう色ですね。これとブラックになります。はい、マネ筆が36,300円、はい、ボールペンが22,000円、こちらも両方税込み価格です。はい、細字と中字がマネ筆はございます。2種類、ね、はい、あります。あ、今のスターリングシルバーの値段知りたいです。はい、フジェール、まずこちら、下がブラックで上がシルバーのタイプが、税込み25,300円で、すべてフジェールシルバーのタイプが、ちょっと今ね札が見当たらへんな、ちょっと待ってください、ね、調べましょうか。ごめんなさいね、どこ行ったの、迷子ですね。うん、3万円ぐらい、もうちょっとする、ホームページがあったらありがたい。ボールペンの方ですよね。ボールペン、これは検索中です。出てこないな、落ちてるな。万人筆の値段が出てきたの、待ってくださいね、ませんね、カタログ載ってないですかね。うん、3万5千円やったかな。さあ、調べてる間におさらいです。あ、出ましたよ、はい、税込みでね、38,500円、はい、38,500円。お、プリミアのソフトブラウンはおいくらなんですが、プリミアのソフトブラウンは、65,000円です。税込み。こちらですね。さあ、今日紹介したパーカー以外にも、デュオフォールドとか、もちろんソネット、万年筆とか、いろいろご用意しておりますので、シーテル2分柄の売ってるんですか。ごめんなさい、これは個人所有で、ちょっとまた別のところで私が買いました。販売している商品ではありません。気になったら DM ください。教えます。
てな感じで、今回パーカー51と、それにまつわるパーカーのイベントじゃねえやキャンペーン、この箱のご紹介をさせていただきました。どこ行っちゃった、はい、さあで次回のインスタライブの予告もございます。はい、まだこれは言うてない、今ここで明らかになります、うん、ここで明らかになります。ちょっと左からじゃあ失礼して、あ出たー出たーですね。さあ皆さんお待ちかねのおこもりセット、まだまだね続きますからね、実は、はい、おこもり期間は自粛期間が明けない限り、我々は我々は追い求めるという、ちょっと中身はまた、ね、はい、後ほどおいおい公開されると思いますが、はい、予定はしておりますので、はいはい、日付は明日やるというような流れになってますので、はい、おこもり来た、おこもり来ましたで明日もこのぐらいの時刻かな、また予告させていただきますの で、 そうです、ね、はい、皆さんお楽しみに、ね、お楽しみにしておいてください、ね、はいさあちょっと長い間になりましたが、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひぜひね、無理しない程度にご来店いただいて、店頭でね、店頭でいろいろ、はい、見ていただきたいなと思います。あ、オンラインで注文できますよ、ぜひぜひお待ちしております、はい、それではさよならですね、はい、ありがとうございます、さようなら